君は一体誰だい。あなたすごくハンサムね。じゃあ今度また一緒に遊ぼうね。バイバイ。忙しい格好だね。あなただからよ。だから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 。どう？素敵でしょ？私の客船日。100万円の保険がかかってあるのよ。うん、安い。僕が保険会社なら500万円まで受けるね。そうでしょ？じっちり。あ、趣味の女の部屋をジロジロ見たりして。そろそろ失礼しようかな。いや、返さない。おい、君。本当に欲しかったら、こっからおとんなす。私のね、一番好きなのはね、スリル。それから、ハンサムな男の子。僕のことかい？うん。今んとこはね。じゃあ、スリルの方、一緒にやってみようか。君みたいないい子に会えて人生悔いないって感じだよ。何ごそごそ言ってんの。気が散ってしょうがないじゃない。
たの？そんな複雑な顔して。私喜んでんのよ。あんたにかけて勝ったんだもの。うん。このスクープは一番最初に君に読んでもらいたいな。あなたってちっとも二枚目じゃない。でも死ぬまで一緒に暮らしたいって顔ね。じゃあ私網走ホテル行ってくるかな。一緒に行ってやろうか。私いつでも一人で歩いてきた。今だって君待ちたまえ。いい札だ。君の前途には希望があふれてるって出てる。頑張ってくれよな。この次にどこで会う？あさっての朝6時、服部の時計塔の下で会おうよ。そうすら児玉に間に合うわ。うん。じゃあ、あさって。うん。